強打は日本シリーズへ。強打、自分を追放した立浪にとどめを刺して獣の数字666を刻み日本シリーズ出場権を獲得。笑い止まらんやろな。補欠で笑えるなら笑えばええんちゃう。ダイソーで出てきたの白菜やった。言うほど試合出てるか。強打ほんと横浜来てよかったな。砂田も引退したし強打の一人勝ちやな。木下の件があるから本人測ったとは思ってない。というかチニドラで強打以上に打ってるやつがあまりいない。強打より打力も守備力も上な西浦が戦力外なんやな。かつては将来を嘱望されてた強打がこの低たらくってのがほんま悲しい。強打とか太田大志ってよく環境のせいにされるけど明らかに当人のモチベ足らんやろ。ダイソーで出てきてるだけのモブやんけ、使いどころなさすぎやろ。太田は本人のモチベがどうというよりあまりに周りに流されやすすぎるんや。巨人でもハムでもその空気にめちゃくちゃ飲まれちゃうタイプ。急に森覚醒して場所奪われとるけど柴田よりは打てるはずや。頑張れ強打。大和いなくなったからポジションとしては安泰だぞ強打。新庄にも負けて強打にも負けるのか。谷繁以下の監督も大変やな。強打が CS と日本シリーズに行けると花。ダイソーバックアップ要員としては普通に戦力やろ。立浪いなけりゃチニドラでもこの使われ方で残れてたのにな。ご視聴ありがとうございました。